The Great Sydney Tour, my first solo concert. Count. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ドキュメンタリーみたいな感じでしょ。いやでももっと、まあ、VI らしくやってほしいです。はい、はい、分かりました。はい、デビューしてから初の、自分ソロツアーだったんですけれども、さらに一応ソロアルバム出したことも結構あるんですけど、今回やっぱ5年ぶりのソロアルバムで、今回はやっとフルアルバムを出したってことがすごい僕にとっては、アーティストとしての本当に大きい一歩だったっていう、ことでしたね。はい、ジッチベイジッチベイめっちゃうまいな。本番にもジッチベイありますのでぜひお願いします。그럼사진너무많은것같지않아아니라일본은누나사진이올라오지가않아왜왜아무도안찍어아진짜모니터가안돼그럼이렇게입을까만에라도좀갈까어저께는요응그럼이걸빼야겠다얘를빼야겠네얘나얘를빼이거좋은데시원하고얘를빼까 시원한것만생각하면맨날똑같이입을수있어아저오늘만이거입을게아어제입었으니까오늘이거입어이걸바꿔입자네그すごいグッチが大好きなので、スンニのスンとグッチのチーをつけてスンチってすごい言われた。ジョンジョン잘하죠요오늘지우형처럼무대위에서얘기해야겠다지우형그거인테리어박스훔쳐왔다인테리어뭘거야아인테리어래악세사리악세사리아미치겠어너흥이넣었잖아발레리나
한 줄. 自分が持っている僕が持っているそういう元気よさをとりあえずあのお客さんの皆さんに、ちゃんと伝えないとダメだなっていうことで、頭から最後まですごい結構そういうエネルギーを感じれるような、雰囲気をさせたくてそういう設定を、頭から、入れたっていうこともあり、あとやっぱファンの皆さんまあ面白いあと楽しい盛り上がるってそういう楽しみを持ってて、僕のライブを来ると思うのでやっぱそういうあの途中で笑いを取ったりとか、皆さんと一緒にダンスを取って、歌も歌ったりとか、さらにあの、自分の曲だけだとやっぱみんなさんつまんないんで、ビッグバンの曲をちょっと入れたりとかとして会場の皆さんが一つになれるようにちょっとこう、させたんですけども、やっぱりあの僕ちょっとこう、数年間 DJ の仕事をやらせてもらってるんでちょっとこうそれが結構助かったっていうか、その音と音 の, あのつながりとかお客さんの皆さんがそういうノリが切れずにスムースに最後まで行くようにセットリストを組むようになったっていうか、今までの経験を、生かして今回のツアーを作ったと思います。やっぱあのビッグバンが持っているそういう色とか構成あと音楽性あとビッグバンっていう大きい名前があるのですごいいろんなところから楽に取れなきゃいけないんで、でもやっぱビッグバンの中でもやっぱ自分としてはあの自分に似合うそういう演出とかノリとかテンションとかファンの皆さんが私の何を見たいかっていうこともよく分かってるし、であのソロの時はやっぱりもう決まってるんで、あ俺はこれってもう決まってるし頭の中に全部入ってたんで、いや俺だったらこれだねってもう決まった時点でもうライブを作ったっていう。 So we had a rest. We had a long term rest. So we need to make the feeling hot. You know what I mean? We always the great. We always the best. Yeah.We always hot, so let's go get him. Let's do it. Follow me like this. Okay. Oh, one time. Oh, two times, and then we don't say great, and then let's go back. Okay. All right. Come on. There you go. Big Bang, his solo, his overall. Yeah. It's just a different vibe. Like, it's kind of hard to explain. It's so great.
this particular tour, and the way Omar arranged the show, it feels more like now we're tapping into elements of soul and R&B, you know? So R&B with pop is just making a total different sound, you know, sonically. Champions. Champs. He wanted something totally different from Big Pain. He wanted more of a band presence. He wanted more energy. He wanted spontaneous moments. It was a lot of things that were planned, but then there were a lot of things that weren't planned, you know, during the show or even as we were creating the show. So he had, you know, many ideas. But overall, it's really just fun. It's really, it's a lot of fun. I can't express what amount of fun it really is to jump from hip hop to pop to Latin. You know, you don't get a lot of artists that can do that and effectively portray it. So it's so fun. Yeah, man, V.I., man, you're a beast, dude. I love playing with you, man. Your energy's crazy. Let's keep going, man. Let's do it, dog. Yeah. スタッフの皆さん、今までもう10年以上ビッグバンの仕事を一緒に、してるんで、まあ、正面とかステージとかダンサーの皆さん、バンドの皆さんも、いや、もうすごいなんか、仲間っていうか、もう私がステージの上に立つところで皆さん、ビッグバンの VI が何を欲しがっているってみんな分かってるんで、すごい今回のツアースムースにできたと思います。日本のスタッフの皆さんがそこまで笑ってくれることであれば、やっぱそろそろ来年ぐらいは M1 に出ようかなっていうぐらいの、ですからね。やっぱ僕だってお笑い好きなんで、まあ、いろんな日本でのバラエティ番組もいっぱいやらせてもらって、素晴らしい方々と一緒に共演させてもらったりとか、今でも見てるんで、やっぱなんていうんですかね、僕はお笑いの力を信じているって人として、やっぱちょっとお客さんの皆さんも緊張してるわけなんですよ。だって会場つくわけでしょ、チケット取ってさ、で右と左知らない人ばっかでしょ、目の前とか後ろとか、声出していいのかなみたいな、なんかこれ叫んでいいのかな、これ楽しんでいいのかな、みんなやっぱ周り知らない人だし緊張してるんやけど、やっぱそこでステージ上のアーティストが笑い取りましたって言ってハハハってなりました。でそうするとやっぱ皆さん心を開けるんで、あ、いや、まあいいかなって、いや楽しもうってなるので、やっぱ僕は大事だと思います。一番やっぱファンの皆さんが見たい、そういうビッグバンの VI のことは、やっぱ面白さもあり、歌う時はちゃんと歌ってくれるとか、面白い話してくれる時はちゃんと笑い取ってくれるっていう、まあそういう自分のキャラクターを僕は、分かっているっていうか、はい。日本語勉強しましたか、僕いっぱい聞かれるんですけど、いや頭からじゃないですね、心からですね。本当に心から好きじゃないとこれできないんですよ。その日本の友達じゃなくて、とりあえず日本が好きじゃないと分からないんだって、そういう、どうやって話せばいいか、どんなタイミングでこれを出せばいいのか分かってないんですね、皆さん。だからとりあえず好きであれば自然になると思うし、一応僕は、1年の中で半分は一応日本の仕事なんで、やっぱそういういつも、感覚を持ちたいなっていうことで、はい、頑張っています。やっぱファンの皆さん、ちょっとこう
知りたいと思いますね。他のメンバーの皆さん今どんな感じなのか、一応この前ソルさんとディライトさんと会ってて、なんかそういう、軍隊キャンプで、なんか公演すること、舞台をすることになってて、ちょっとすぐにサポートしてくれってなってて、うわ行きますってなって3人でライブしたんですけれども、何も変わってません。全く変わってません。あ、一番変わったのはディライトさんがケンタッキーをめちゃくちゃ食べれるっていう。いつもやっぱ自分健康にすごい気にしてる人なんで、あこれ健康にいい、あ健康に良くないとか、すっごい、食べ物に関してすっごい厳しかったんですけど、もうそんなことないです。何でも食べるっていう、とりあえず食べるっていう、目の前にあるととりあえず食べてくっていう、すごかったです。あれすごかったし、なんかもう僕感じたんですけども、もう会話がもうおじさんなんです。例えばスニさ、お前の髪の毛大丈夫か、どういうことですか、俺ねどんどん薄くなってきてんだよね髪の毛ですか、いや僕も薄くなってきてるんですよ。あのさ、お前さちょっとさ髪の毛に良さそうなさシャンプーとかしてないの、ちょっとお前おすすめしないよって言ってみたいな、えおじさんかいっていう、髪の毛かいっていう、まあ、そういう会話とか健康の話とか、最近俺らコナンなんだよね、消化ができないんだよねとか最近ね眠れないんだよねとかあのさ俺さ朝さ目覚めたらさ結構さ筋肉痛すごくね、何もしてないのにさ、なんでだろうみたいな、おじさんかいってなるんです。なんだろうっていう、まだビッグバンでしょってなるんですけど、もう会話自体がもうおじさんっぽくなってきてるんです。So all right, I'm really sad because of the last show tonight. So I hope you guys rock tonight, all right? Yeah. So, それは行きましょう。Ready? Hey. Here we go. Hey, 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 hey. Come on, come on. Hey, 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 hey.じいさんほんまに僕じいさんに申し訳ないです。これはでじいさんから連絡かけてきて、えじいさん出ましたか、お休み休みだよって言ってたよ、お前どこって、ちょうど僕 YG 本社で打ち合わせ終わりました、じゃあ俺サロンヘアサロンに俺おるから来れるって、いや行きますよってやったら、いや待っとるねって言われまして、じゃあ行きます会いに行きますって言ったら、もうその時10体がすごくて1時間かかったんですよ。でジーテさんが僕のことをヘアサロンで1時間待ってくれたわけなんですよ。で申し訳なくて、いやそんなにすいませんって言ったら、お前やばいなっていや昔だったらお前こんなのないでしょって言って、すいません1時間待たせました、すいません本当に大変申し訳ございませんって言ったら、お前さ俺ちょい入ってるんだけど、今俺軍人だけど、軍人の俺と今芸能人のお前とどっちがかっこいいと思うとか、えいややっぱさすがにジリさんかっこいいっすって言ったら、当たり前でしょってみたいな。今でもなんかもう軍人なんですけど、やっぱファッショニスタはファッショニスタでっていうことがすごい、なんかもう軍人なのにヘアサロンで私のこと待ってるんですよ、こうやってこう髪切れながらすごいでしょ、ね、今でもスタイリッシュっていう。トップさんは彼も休みの時電話したりとか、この前デビューしてから初めての、トップさんと僕の電話1時間、はい、僕は恋愛する時もそんなに長く電話をしないタイプなんですけども、トップさんと1時間ぐらい電話をしたっていう、はい、素晴らしいことでした。まあそんな感じですね。まあ、一応ビッグバンのメンバーの皆さんと話し合ったら、まあ、一応いやビッグバンだった時が良かったっていう、やっぱ同じような皆さん話しますね。
重新开了热情空调，一点一刹那，一刹那，每一抹黑我的爸爸，真假秘密，假意又不保护细胞，不知道啥 ，You got me like。一回シンガポール行ったことあるんですけど、タクシーの乗ったらタクシーの運転手さんがバンバンバン歌ってて、で僕この曲知ってるんですかって言ったら、いやバンバンバンは知ってるって言って、どんなグループが歌ってるか分かってますか、それは分からないって言う、ただバンバンバンが好きなんだっていう、あそうなんですか、私もバンバンバン好きなんですよって言ったんです。そういうことはいっぱいあるんですよ。だから僕海外行くと皆さんビッグバンの音楽が好きなんですね。そういうまだそういうメンバー、一人一人とか、じゃなくて本当に皆さんビッグバンの音楽を、愛してくれてるんで、いやもうちょっとなんかこれからはもうちょっと顔を出して、あ近づいていて、もうちょっと人間として近づいていきたいなってこともあり、僕はちょっと未来はやっぱ日本でもいろんなちょっと番組の仕事ももっと頑張りたいし、もうちょっとこう人間として、近づいていきたいなっていうこともありますね。はい、2018年、今年、本当に僕にとっては、いろんな意味がある年だったと思います。一人で、やっぱりビッグバンっていうグループの名前をかけて、やっぱこう前に出ていろんなことにぶつけたりとか、すごいプレッシャーも感じてたんですけれども、ファンの皆さんの応援でやっと、うまく今年、やってきたと思います。日本のファンの皆さんに、心から誠に感謝の気持ちを伝えたいと思います。ありがとうございました。僕が一番楽しんでるのは、大人になって30代のビッグバーンがどうや一体どんな音楽で一体どんな姿で戻ってくるのかっていうことも、僕が知っているメンバーの皆さん絶対落ちないと思うので、やっぱみんな今でも感覚持ってるし、僕もそうだと思うし、やっぱみんな結構、気が強いメンバーの皆さんなので。30代のビッグバーンがどうやってカムバックするのかが楽しみで、それを楽しみにしながらファンの皆さんが待っててくれれば、いやなんとなく時間が早く巻いて、来るんじゃないかなっていうことで、ちょうどいいタイミングだなって思うのは、東京オリンピックがちょうどあるので、日本のファンの皆さんがオリンピックでワイワイした後はビッグバンがやっとカムバックできるっていうこともあり、すごい楽しみだなって思いますね。